まあ、ズバリドロピザさんっていうじゃないですか。はい、ドロピザさん、はいはい、ドロピザさんの考察のモロパクリなんですけども、大丈夫ですか言ってしまえば。はい、ただ、まあ、ただまあ僕なりの見解がちょっとあるので最後まで聞いてもらえないかという。わかりました、わかりました、はい。最終章が美女と野獣を、はい、土台として話作りがされるのではないかという考察をされていまして、はいはい、ありましたね。これがですね、今のこのネフェルタリーコブラが亡くなり、そのビビも失踪しているという状況なんですけども、はい、これは多分ネフェルタリーコブラが、まあ、パンディア城でゴロウセンのところに会いに行こうとしたところで、まあ多分イム様に捕まりまして、はいはい、コブラを探しに行くためにビビも追って、でビビも拘束されてしまった、はい、という状況だと思うんですけども、はい、まあ、これが、まあ、美女と野獣の始まりと全く同じなんですね。なるほど。美女と野獣は父親がその野獣の城に捕まってしまって、それを探しに娘のベルが後を追っかけて一緒に野獣に捕まってしまうと、まあ、つまり、まあ、美女と野獣の美女がベル、そのお父さんがコブラになる。こっからちょっと僕の見解なんですけども、はい、美女と野獣でベルとそのお父さんを捕まえたのが野獣になるんですね、はい、ってことはこのワンピースで例えるとビビとコブラを捕まえたのはイム様だと思うんですね、はい、これイム様野獣だなって思ったんですよ、はい、つまりワンピースはビビとイムになるわけですね、はい、美女と野獣の立ち位置関係でいうと、はい、もう一人美女と野獣に重要なキャラが出てくるんですね、はい、まあ、それがガストンってキャラなんですけども、はい、ガストンっていうキャラクターはベルに執拗に求婚する迫る男なんですけども、はいはい、まあ、このガストンの特徴がですね、まあ、筋肉質で怪力 でハンサムな容姿を持つんですけども、大柄な態度でうぬぼれや、はい、求婚するも断り続けられて、でガストンは最終的には野獣との戦いで崖下に落とされて死んでしまうんですね、はい。僕はこのガストンはワンピースにおいて誰に当たるかと思ったら、はい、これジョイボーイに当てたんじゃないかなと、小田先生で、あえてその悪役の方をジョイボーイに当ててる臭いなと思ったんですよ、はいはい、要点をまとめますとですね、はい、美女と野獣は絶対モデルになってると思います、はい、そしてイム様は美女と野獣においての野獣、この先出てくる月の神の力を得ている、それが美女と野獣における魔女で、800年前のジョイボーイはガストンだと思います、まあ、これは結構言われていることなんですけども、はい、まあ、800年前におそらく人魚姫がいたと、はい、巨人島に、でその800年前の人魚姫をジョイボーイ、イム様が取り合ったのが空白の100年だったんじゃないかと。なるほど。それぞれが最終的にはジョイボーイがプルトンを持ち、はい、イム様がウラヌスを持ち、はい、その戦争を止めるために当時の人魚姫がポセイドンを発動した世界が今なんじゃないかと、はいはい、この美女と野獣の世界で、はい、野獣はベルに本をプレゼントするんですね、はい、このプレゼントのシーンが結構重要だったりするんですけども、はい、ガストンはプレゼントしてないんですよ、はい、でこのワンピースの世界においてそのニカの力がついたガストンはベル、まあ、要はこの世界における人魚姫にプレゼントをしようとしたんじゃないかなと、はい、それがワンピースなんじゃないかやばと思ったんですね。やばいや、すごいっすね。ワンピースの正体までいきますか。まあ、そのワンピースの正体がマーメイドワンピースなんじゃないかと思いまして、はいはい、まあ、それをプレゼントしようとしたけども、もしかしたらポセイドの力を使った当時の人魚姫は死んでしまったのかもしれないと、それマーメイドワンピースをプレゼントすることができず、このマーメイドワンピースを未来のジョイボーイがその時生きている人魚姫にプレゼントすることを望んだんじゃないかと、はい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 、そしてそれを一番最初に見捨てたのがロジャーだったと。でもロジャーはそのワンピースを見捨てるんですけども、まあ、ワンピースの正体がワンピースだったことに大爆笑したと、はい、でロジャーの時代には人魚姫がいなかった、はい、だから早すぎたと、はい、だから他の誰かがこのワンピースを届けてほしい、はい、と思って託されたのがルフィなのかな、はい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 、っていう、まあ流れかなとは思うんですよね。いや、すごい。800年前の人魚姫の姿と今のビビの姿がうり二つなんじゃないかと。なるほどな。でマーメイドワンピースを着たビビの姿が1023話に映っており、はい、未来になって
り、その時のタイトルが売り二つになってる、はい、ありましたね、いうところまで素晴らしいですよね。ワンピースを見つけたら世界がひっくり返るとか、あの宝を見つけて巨大な戦いを挑むとか、うん、その辺までも説明したいですよね、こうなったら。でも僕も一回年表全部書いてみたんですよ、ワンピースの、はい、すごい、はい、その時に思ったのは、はい、ワンピースって空白の100年の話ばっかするけども、はい、それよりも前の話も結構大事だったりすると思うんですよ、はい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 、もっと言うとニカが登場した時に、はい、太古の昔、はい、この奴隷を解放したみたいな説明するんですね、五老星が、はい、これ太古の昔に奴隷いたんかいと思ったんですよ、はい、ってことはずっと時代を繰り返してんだなと思ったんですよね、はい、奴隷がいるっていう、はいはいはい、天竜人がいなくても奴隷ってものが存在してて、はい、でそれを繰り返してそれを止める人なんじゃないか、だから世界をひっくり返すっていうのがこの今の天竜人が悪いやつ扱いされて、はい、退治されてハッピーエンドだと話が終わらない気がするんですよね。うーわーすごいすごい視点ですね。確かに、あそうか、ニカの時も奴隷がいたから天竜人が今悪者に、描かれていて、それを終わらせるとかそれを滅ぼすんでしょってみんな思ってるんですけど、それで果たして終わるのかっていう、また歴史は繰り返すんじゃないかっていうことですよね、うん、これすらも終わらせないとっていう、それができるのってもしかしたら、まあ、D の意思って、まあ、D って多分やっぱ月の民の子孫な気がするんですよ。そうですね、つまりジョイボーイもルフィも月の民の血が流れてる太陽の神ニカみたいな、月と太陽が一緒になってるってことなんですかね、うん、そう、いやいや、なってくんのかな。この辺に関してはなんかもっとね、多分すごい神話とか詳しい人が、ああそうですね、はい、だと思うんで、ちょっと俺空白の100年よりも前の話がちょっとむずすぎて、いやむずいっすって、限りなく少ないですからね、情報が少ないし、はい、図任者とか1000年前から1000年なんです、歩き続けてるって結構意外にややこしい設定で、意外にややこしい設定なんだよな、空白100年以降、空白100年開けてからね、開けてからでいいんだよな、開けてからでいいのに1000年なんですよね、あれが、ね、考察悩ませるんですよね。いやもうめっちゃわかるっす、めっちゃわかるっすわ。で、うん、まあ一応予想はできると。で、空白の100年よりも前の話って、まあ、一番のヒントはあれですよね、うん、エネルのスペース大作戦の、うん、あの壁画、はい、で壁画に、まあ、3種類の種族がいて青色の星に降り立ったと。でそこでもう予想していくしかないんですよね。でも3種類のあの種族もあの3つを分けた理由とかもまだちょっとよくわからないですよね。わかんないっすし、まあだからそのまま取れば資源不足になった。でこの資源不足っていうのが多分雷とかのことだと思うんですけど、うん、それぞれ降りてるんですよね、あの別の場所に。これもよくわかんねえし、ただミンク族が月を見て数論化するのはやっぱり月で奴隷になってたからなんじゃねえかとか、月で奴隷として捕らえられていたからこそ月を見るとその復讐心とか怒りとかっていうのが潜在的にあって数論化する。で言うと太古の昔に、奴隷を解放した戦士っていうのはミンク族を解放してくれた戦士っていう、あーなるほど、ところでつなげるとややこしさちょっとスッとします。確かにつながりますね、はい、青色の星には奴隷制度はなかったと、で月にはあったと、でそこではミンク族が奴隷とされててっていうふうに考えるとちょっとは筋が通るというか、どんどんこの僕の人に話したかったこのわだかまりが今溶けていくようですよ俺はずっとこんな話をモッチー先生、俺はずっとこんな話を一生してないんですよ。僕のメモ帳パンパンなんですよ今人に何も話さないこの無駄になっているメモ帳が。で俺一応初見読みやってて、で12時になった瞬間ジャンププラスで読み始めて、はい、で30分後に神木さんと電話をする約束をしてて、ね、はい、してますね、唯一の友達、はい、唯一の友達でワンピース友達、ワンピース友達、この年になってできたワンピース友達ワンピース友達最新話出たら30分後に電話する約束をするっていう、最高の友達ですね最高の友達がいるんですけど、コマ全部見ていくのあれ好きでああ見捨てたっていう時があるんですよ、それを分かっちゃう人がいないんですよ。はい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 、 G14 風船ありましたよね、はい、風船 G14 風船あるんですよ、外側に風船、巨大風船があるんですよ。 俺見つけられてないですよ。そしたら風船ってだいぶ強いじゃないですか、月に行く手段でもありますもんね、まあ、風船は。外観本当だ本当だ、ありますよね、なんか風船あるな、風船ありますよね、めちゃでかくないですかこれ。だってなんかめっちゃでかいっすこれ、これめちゃでかいっすよね、遠くにあるのにこんなでけんだ。うわこれ誰もノータッチじゃなかったんですか、俺多分考察者さん
ただ見つけただけなんですよね。残念ながら考察には至らないですよね。いやでも考えこうまではこうまでは行ったんですけど、察せれないですよね。どうしても、 もうこんなんばっかで一人でやってるから。いやでもそれもだから みんないればチャット欄とかに投げかけたりすると、これどういう意味だと思うとかっていうと、みんなで考えればっていうのがあるし、うん、あとその発見っていうのもめちゃめちゃ大事なポイントなんで、あの最近で言ったら、あの俺の DM に届いたのが多分世界初だったんじゃないかって俺思うんですけど、あのイム様の左目に3本の傷あったんじゃないかみたいな、はい、ね、見ました見ました、はい、あれとかも発見じゃないですか、いわゆる。それもちょっと思って、あの、はい、まあ3本の線とは別で、美女と野獣で野獣がイム様だったと思ったのは、はい、あのイム様って今目しか映ってないじゃないですか、はい、で野獣って実はまあ野獣の姿に変えられてるんですけども、はい、目だけは元の目なんですよ。なるほど。だからイム様も目だけは人の姿で、その姿を見ると人ならざる姿してるのかなと思ったんですよね。ただあのイム様ってシュガーとのリンクとかも あるようにありますよね。あのかなり少女っぽい、あのマントに収まりきるぐらいって考えたら、それこそ変身できるとかなんですかね。あるいはボニーに年齢操作で小さくさせてもらってるとか。あの姿も読めないっすよね。あれも読めないんですよ。子供かなって思ったんですけどね、位置的に、